はい、というわけで始まりました、はい、幕末動画。今回はですね、僕の毎日のルーティーンをご紹介することによってですね、似たような境遇の方の経験値稼ぎの境遇この2人はゲーマー、僕はサラリーマン、ある程度ゲームする時間って限られてる。で、そういう人たちが経験値を稼ぐ参考になればなということで、まず1個はこの戦闘時間疲労度、まあ、これ今435分持ってますけど、まず寝る前にオート狩りでその日の分を使い切る。要はだって435分ってことは8時間分じゃ、だからそうすると寝てる間にはまあ使い切れるからぐらい、うん、朝リセットされるから、その日あんまゲームできなかったら寝る、いっぱい寝て、その分を使う。ああ、なるほどなるほど。そうだから無理にフェンリーの草とかも使う必要ないから、うんうん、で起きました。そしたらまあ寝てる間に働かせていた、はい、あ、バイトシャトル、バイトシャトル、これを回収します。で、まあ、ペット協会とかは適当に、本命は道具屋なんですよ、経験近すぎるけどね。やっぱこれがいいですからね。そう、L、ほら L サイズゾーポーション、すげえ、ほら L サイ ズ, サイズほら、え、なんかなんかいろいろ結構出てる、結構溜まってっから、なんかレアなやつですね。でありますね、まずジョブポ ー飲むじゃないですか、まあ、溜めといてもいいと言われてる。溜めといても全然いいし、あ、L サイズジョブポーション、そう、 L サイズも、うん、まあ、ちょっと溜まってる、飲みます。おー、20万、飲みの、はい、で、まあこれも L サイズベースポーション、飲みの、はい、あららららら、え、200万、うん、まあ、これちょっと溜まってたからね、はい、あれだけど、すげえ、そう、まあまあ、だからそのヤクルト飲むみたいな話ですね目が覚めたら外掲示板。それでこれ前回の動画で紹介したおにぎりで買った、うんうんうん、あの傭兵シップ依頼瓶、事前に交換しておきます。これも改めて言っとくと、はい、このおにぎりから、うん、この自分のレベルにはもう僕これ交換済みですけど、はい、あの、まあ、人事10枚ですね。そう、人事10枚だから10枚も交換しますと、はい、で、片っ端から受けた端からですよね。そう、もうバビョンバビョンバビョンつって、うん、こう、クリアしていきますと。まあまあ、予備受けに行って、はい、予備取るぐらいの、まあまあまあ、そう、そんな感じですね、ちょっと今日朝方の動きにこう例える。今日の今日はみんなどんな依頼してんのかなみたいな、ニュースみたいなもんですから。あ、そのこれテレビだ、チェックだこれ、はいはい、新聞チェックだ、新聞チェック近いと、はいうことだ。でもこれビンビンもクリアしてるわけです、はい、交換もしょうがないですよね。で、まあ掲示板終わりましたと、はい、で、まあちょっと朝ごはん、はい、ああ、そうだそうだ、そう、ね、朝ごはんを、はい、食べる、はい、あ、もうすぐ食べます。これはパス持ってるからですよね。そう、これパス持ってるから、うん、パス持ってなくても1個食えないましたっけ、クエストで、うんうんうん、前レイディークエストだから多分食えるんじゃないかな、うんうん、とあと料理も受け取ると。で、まあちょっとまあ何でもいいんで食って、はい、食いましたと、はい、結構高いですよねこれ、半額では買えません、それ、はい、そしたら通勤時、通勤時、電車の中で、はい、このモンスター撃退、うん、おこれ1日2回受けれて経験値が10倍になる、うん、10倍ってとんでもない話ですよね。確かに、うん、でこの残り80万稼いだら終わり、これ効果終わり、うん、でまあもうこれピラミッドダンジョンおすすめとか書いてありますけど全然もうガン虫でいいんで、うん、まあどこでもいいです、ね、なんか自分が、まあ、慣れてる場所も今やってるとこ、まあ、素材が欲しいとことか、ね、とか何でもいいんですけど、うん、まあ今で言ったら まだ全然この込み込みカリバーでいうね、はい、メタルラー、まあね、もうこのレベルになるともうここにいるやつ全皆殺し系ね。このカマキリとか含めてただでさえ今かなりのあれですよ、もう大所帯ですよこれ。ここはね、まあ人気あるんで、はい、ちょっとおすすめかと言われるとまた微妙な話なんですけど、はい、結局触れないとかなっちゃうと、はい、そう、無駄に時間ばっかかかっちゃうから、で、まあでももうここ全部全チェックでもうビンビン行っちゃうわけですよ。はい、ね、ビンビンですよ。うわぁ、もう早い。でもこれだってもう10倍ってもうすごすぎて何倍か用件みたいな感じになってるから、はい、もうちょっとどのくらい、いやでもまあ効率、ね、ネクストね、数百万なんですよね、400万とかやったかな。それでもそうなんですね。まあでもこれもね、80万をちゃんと繰り返していれば、そう、うん、今だから400万とかじゃん、ネクスト本当だ。今例えば80万ぐらいだったじゃん、自分のレベルによってちょっとずつ上がってくるんだけど、はい、で1日2回だから一応160万、3分の1ぐらいは多分、まあ、これで稼げる、そう、1日で次のレベルまで稼げるようになってて、まあもちろんそのそんなことできない人ももちろんいるわけで、そういう場合は6枚までストックしておけるから、ちょっとそうどっかでまとめてね、そうまとめて使い切っておけば3日に1回
まあ消費しきっちゃえばいいのかなと、はい、いう感じで、俺がもう朝から出社までの出社までのルーティンです。じゃあその仕事中はまあ触れなかったとして、してまあ夜寝る前にそうまた狩り場に行って、狩り場行ってフィロードを使い切る、そうそうそう、フィロードを使い切るという、そうそう、この、はい、この一応この未来掲示板ペットアルバイトも、はい、羊の羊バチもらえるんで、はい、あとはちょっと土日に例えば頑張るとか、うんうんうん、いう感じでやれば多分まあそんなに触らなくてもって感じですかね。時間言って結構仕込み人でも仕込みで済むかなと、うんうん、月金は仕込みのレベル上げと、そうそうそう、はいはい、で土日でまあちょっとがっつり楽しむと、うんうん、いうことですね。でこんな感じでやっていますが、このルーティーンにねさらにスパイスとして加えられるものがあるぞというご意見があれば、あの、はい、コメント欄の方で、ね、確かにね、いただければ、はい、ぜひよろしくお願いしますと、はい、というわけで今回はねサラリーマンで限定してないけど、まあ、あの、まあ、時間がそこまで時間ない人向けにうまいこと経験値を稼いでいこうと、はい、というわけでね、また次回お会いしましょう、はい、バイバイ。いろんなことを